右？うん、ぶつかり。すごいとこだね。あ、あったあった。うわすごいすごい、やばめっちゃ青い、うん、よし降りましょう。お疲れ様。すごいね。どうなってんの。注文いかがですか。レジって、うま、ん、そう。アーサジーとか海ぶどう丼にしようかな。これもそうだね。あ、でもやばい。これする。うん、じゃあ全員込めて。これだわ。お兄ちゃんのすごい、これすごいよね。え、それ何これ。ね、なんだっけ、なんか書いてたやつだっけ。うわこれすごいね。イカがすごい。じゃあ食べてください。はい、食べてください。はい、いただきます。いただきます。いただきます。これすごいね。これすごいぞ。これアーサ汁だっけ。アーサ汁って青さだわ。青さか。うん、多分。ね、あ、じゃあもずく丼から。うん、もずく丼美味しそうだよね。もずくやっぱりすごい推しだね。もずくに。うまうまい。うまいな、これ。あ、そうなんだ。なるほどね。あ、なんかさ、マグロの下にさ、トロ入ってるよね。入ってるわ。びっくりしたよ。山かけだ。うん。いい、いい、お米が出たね。うまうまい。海ぶどうはどう。うん、なんかうまいわ。海ぶどううまい。よし、じゃあちょっと俺すごいよこれ。バター焼き、まるまる一匹バター焼き。じゃあバターしっかりつけて。いや、それうまいよ。うまい。これマジで初めて。イカスミのお汁、イカスミ汁。これ見て。すごい。わー、すごい。イカ。すごい。まるまる一匹じゃないけど。ああ、相当入ってるよ。うま。なるほど。あの作り直すので、あのまた番号を送ってもらって。あ、大丈夫ですよ。受けたんだけど、死ぬかと思います。もう何も。違う、違うね。醤油かけばきはそんな開かなかったんだから。ちょっといただきます。イカがすごいよね。うん、一回柔らか、柔らかいんだ。めちゃくちゃ柔らかい。イカスミ味。へえ。うん。もう味あるね。うん。やばい、プリプリのボタンエビかな。うまっ。濃厚すぎる。何回食べれたんだ。ニンニクか、これニンニクっぽいかけだよ、うん、ここでニンニクとバターか。 うまっ。お腹のとこ待ちよう。うまいとこ。おいしい。うん、まだ残ってるよ。あとちょっと。だ救世主。すげえ。口見せて。来たな。間違えた。いただきました。うまかった。めっちゃうまかった。本当に、うん、多分何倍も美味しかったと思うよ。本当に人のこのありがたみ、温かみが。食べてください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。本当にあ、海が綺麗。今耐えられないけど、これね、ちょっとでも押されたら、手の上を今倒れるところで。何これ。うん、パイナップルとサイダー。うまっ。うまっ。倒れる、倒れる。お、すごっ。またすごいじゃん。すごいすごい。アメリカっぽい。うまそう。これチーズかな。チーズだな。やばー。チーズトマト。すごくない？これガソリンスタンドみたいだよ。俺さ、初心でめ
冷やすの。それどういうほら、作るよ、ほら、ここ何やっぱりすげえ混んでんじゃん、これ待ってんの、もしかして。あ、ガチ待ちじゃん、これ。あーなるほど、確かにこれはね、匂いが分悪く言うとは消毒液、消毒液、これは消毒液、消毒液、あーなるほどね、同じコメントしかしないなるほどね、これがルートペーパーです。1個は良かったかも。ちにおら飲み切れたの。飲み切れる、うん、マジで早っ。ほら、まだ食べてないんだけど、ここ。なんだろう、これ。分かんない。なるほどって。いた。すげえ。あのね。どうなってるかなと思った。なるほど、あっさりしてる、思ったより、しててね、ちょっと酸っぱめ、あうまいんだ、馬だからね、よろこ、あ、めっちゃ食いやすいこれ、あ、おいしい、美味しい、肉もおいしい、すごい、すごいハンバーグが、うまい、安定のうまい、卵焼きはね、うん、落としたのが弾力のあるマグロみたい、うん、うまっ、お父さんみたい、ごちそうさまです、ごちそうさまでした、まあ、味じゃないそれ、めちゃくついてるか、え、まちくついてるはい、お待ちしてみましょう、身の危険を感じてる、身の危険感じてる、ちょっと見せてやばい、いや結構来てるね、え、わ、やばくない、やばい、ちょ、俺見せらんないけど、いや、ジュナン君は食べた方がいい、もうちょっと、いや、身の危険を感じる、え、まずデブやん、マインドもデブ、食いまくってる、注文しようか、お腹めっちゃ全力だそう、本当にこれ35だ、ね、あ、そうだね、やっぱ 有名なんだね、これをサゴですね、何これ黄金ゴマ、あ、胡椒、黄金胡椒だった、胡椒、え、胡椒、これこれもなんかね、結構さっきからあるんだよ、開催昨日から、あ、これさ、あれと、あの俺らが食ってるやつ今だよね、あれと同じだよ、ほら、排水スースがいるし、この感じすごい、匂いはね、なんかみかんみたいな感じ、食べれんの？食べた？食べちゃった。あ、いいのかな？調べる。調べる。出すんじゃないか。みかんと一緒？匂いはあの匂いだね。いい匂いです。うん、みかんみたいな。うんうん。
パッションフルーツは種ごと食べられます。種を噛むと程よい酸味や苦味が味わえますが、種を噛まずに食べても喉越しが味わうようなこともできます。酸っぱまあ、みかんだね。オレンジジュースだろ。オレンジジュースだ。なるほど。味はいい、美味しい。見た目が結構だね。あー、なるほど。お分かりいただけただろうか。なるほどね。なるほど。なるほど。あー、なるほど。みんなお疲れさん。こっち食べようか。最終日です今日。はい、帰ります。最後で何だろう。楽しみ、はい、最後まで楽しみましょう。天気ずっと良かったね。思ったよね。初めまして。本当俺も初めましたね。いいね、ここ良かった。ね、あ、これよく見るやつじゃん。とんがってるね、ああいうところ。本当なんだろう。おもろいのあるよ。おもろいのあるよ。クソでかい板があって、そこに印の絵が描いてあって、それだけ。絵が描いてある。絵が描いてある。大きい絵が。今どこ？今ここだ。え、待って。めっちゃ広いじゃん。でか。いや待って、小学校が中にあるよ。お前。首里城はどこ？ここじゃない。正殿だからここじゃないのかな。板になってるここ。あ、ないからね。いたいって書いてある。ああ、そういうことか。そういうことな。残念だな。今あれがそうなんだ。あの今建物の中で作ったやつ。あ、そういうことですね。なるほど。はい。本来はそこでも見えてんだろうね。なあ。めっちゃ綺麗。スルッツやん。県外所入れるんじゃん。ああ、そうだよ。行こましょうよ。行こましょう。行こましょうよ。行こましょうよ。これはもともとあったやつ、ね、石。うわ、めちゃ綺麗だねこれ。これ再現しようしない。これ大変だな、確かに。ここにわーってなってたんだろうね。復旧作業の様子が見れるよって書いてある。今ここ。あ、でも結構いけるんじゃない中。今やってる？すごい。見たら絵描いてある。え？それ描いてんだあれ、本当に手書きで。本当だね。これで削ってんのマジで。まさかり。まさかり聞いたことあるわ。まさかり担いだ金太郎。それ違うやろ。どうぞ違う。北風小僧の神田。本当だ。あれじゃあまさかり担いだ金太郎だよ。わかんない。やばい、20年間信じたものが違った。まずい。なんだ、歯、あごひげ。あ、そういうことね。うろこ、あー、そうか。指だったのか、全部これ。すごい、立派、ね、これ燃えてくだしちゃったんだ。ひげって、ほんと、あごひげにしたら尖ってないんだろう。そういうことか、ほんとに尖ってた。すごいね。あー、すごい。現在進行形だね。ほんとに現在進行形だよ。あ、本当カスカスだ。味、もう味やん。味。でも案外面白いなと思って。ね、面白いね。閉まったからね、マイちゃんこれ。あとね、ぜんざいすごい有名なんだよね。よかったね、ぜんざい。うん、ぜんざい。うわ、なんだっけ、あいつ。
赤いやつ、ダースモールとかもしてる。え？ヨーダ？ヨーダ？ヨーダ？しかもヨーダじゃない。え？あー、ET、ET だった。ヨーダじゃないわ、あれ。あんな茶色くないで。間違いない。子供心をくすぐる。中二心をくすぐる。何がいけるのこれ。買っとろうかな、マジで。見て、兄ちゃん。1万円。無理。え、美味しい。美味しいな、これ。これが美味しい。万能タレが。これうまい、これ。美味しいね。これ買って帰ろうか。だしとは出したの？だしに忘れてて。まあ、青さだよね。すっげえ美味しい。あ、美味しい。めちゃくちゃ美味しい、これ。何これ。このタレ、ほんと美味しい。顔。言えばいいんじゃない？あ、うん。すごい綺麗だね。うわ、難しい味だな。何に近い？それが難しい。うん、梨に近い。へえ。柑橘系の梨って感じだな。あの最初の一口目がちょっと癖あるね。うん、でも、うん、食べてるうちに美味しくなる、これ。まあ、好きだわ。うん。ちょっとパパイヤ行って。パパイヤどう？人参見て。確かに人参ね。あれ、柔らかそうだ。なんか、メロンだ。ないメロン、メロン。甘甘い、なんか色も濃いもん、ね、あメロンだな。メロンだじゃん、これ。うん、まあ、メロンだよ、ね、食感がすごい。うまっ、ね、うまっ。うわ、見て、すごい。あここで選んで、2階でって感じですか。ですね、はい。これあれじゃない？ハリセンボンでしょ。ハリセンボンか。あ、ほらハリセンボンだ。かわいい。かわいい。かわいい。こっちがかわいい。うわ、見てこれ。すごいね。毎回ハリセンボンがかわいいな。料理もすごい。メニューがすごい。もう何でもいけるよ。ハリセンボン揃ったもしかして。うん。あそこやっぱり人気だね。岩獣堂ちょっと行ってみたくね。うん、やっぱ見てか。そうだよ。ウイヘビの牛。どーんと一杯食いたいんだよ、多分。うん。これなんだよ。ちょっと嗅いでみていい？いいよ。何それ？豆腐よ。ちょっとね、これ頼んでみたかったんだよ。まあ、辛味噌料だよ。辛味噌料だよ。塩辛？塩辛すごい。酒だこれ。あ、それも酒だ。兄ちゃんのやつだと。うん。で、松？あ、でも。松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 。え、普段見たことないな。普段は見えるね。骨多いけど、身食べれますね。あ、うまいですもんね。あ、周りの顔来るでしょ。食べれる。食べれる。お刺身。いただきまーす。うわ、すごやばいね。うん。いや、お兄ちゃんのやつなんだっけ？海蛇。海蛇。あ、分かってたよ。でもしょうがない。骨も。どう？うまい。うまい。ただ骨死ぬほど多い。うまそう。やばい。すごいね。うまぎもらっていい？この辺に入ってるんだけど。汁ね。うまい。汁めっちゃ濃厚。うまいな。うんうん。なるほど。お分かりいただけただろうか。なるほどね。なるほど。なるほど。ああ、なるほど。なるほど。あ、まあ、うまいべ。うん。ただ骨がすごいべ。酒。酒だよね。あ、でも美味しいよこれ。うん、うまい。全然わかった。え、なんでいいの？こうやんないの？みんな。いいの？全部お店なんだ。後ろの幸せのパンケーキって結構人気なんだよ。そうだね。あれはでもどこでもあるね。自由行動。解散。買いたいものは？買いたいもの？いや、自分で好きなの買って集まろうって。お金あんの？持ってきてない。俺が持ってる。
来た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 。いらっしゃい。いらっしゃい。座れる。寄ってあげて。はい。これ。これ抹茶スムージー。ねえ。抹茶スムージー。半分食っちゃった。1個880円した。でも多分これ700円。俺も。バナナキャラメル。あ、そう、味が忘れてた。甘っ。これが一番美味しい。ここバナナや。なんかさ、ちゃんとこの音楽流れていいよね。って、これ、思ってたんよ。あ、いいなと思ってたから。どっからスピーカーあんのかなと思ったんだけど、見てごらん。すごくない？ビジュアルじゃなかった。リアルな人が弾いてるっていう。あの人ずっと言っててほしいわ。あ、歌ってたよさっきは。あ、みんなで来るのもこれが最後かな。確かに、もう沖縄来るの最後だもんね。もう俺らが絶対来るの。確かに。いいね。いいね。ちょっと作ってもらおうか。うん。今度じゃあハワイですね。ハワイ。ハワイな。まあ、ちょっとさ、あの。旅行がまだ下手だからさ。まあ韓国とかいいじゃん、やっぱり。行ったね。いや、でもうまい方なんじゃないの。そう？今。今回本当？遊んだね。本当に。お兄ちゃんは食べたね。まだ食べてるね。沖縄ありがとう。ありがとう。あれ？恥ずかしいからね。到着しました。一人寝てますけど。無事着いた ね事故せずによかった。じゃあ車を返しましょう。はい。入っちゃう。それかも分かります。いや中入りたいね。入っちゃうか。お土産先に買った方がちょっといいかな。ウォレットのやつもう一回やめてもらえる。これあれでもこっちだったっけ？こっちだったっけ？なんか違う？いやこっちだと。あ、でもねこのマークないよ多分。あ、それシール。あ、シールか。ね。青と黄色はある。じゃあ新しい色買う？これ買ってないよ。赤は確か買ってないね。うん。やっぱ同じものがいいんじゃない？青にしようか。割と結構だね。うん。はい。疲れたね。結構疲れた。車ずっと運転したの？何キロ運転したんだろう。分かんないよ。何キロやったんだろうマジで。結構行ってると思う。結構行ったよね。うん。100行ったかもね。100どころじゃないよ。マジでそんな行ったか。相当行ってるよ。っていうか、800キロぐらい行ったら。岡山まで着いちゃうからそこまでは行ってないと思うよ。そこは行ってない、うん、あ、そうだね。1日2、3時間ぐらい運転してたから時速60キロぐらいであるし、3時間行ったら15キロ60で60、90キロぐらい行ってるわ。90キロぐらい行ってるわ。先に行ってきます。じゃあね。あとで。やべー。わかり。出た？起きた。起きた。もう耳がもげるかと思って。もげるかと思って。いや、多分ね。だからもう俺も我慢してるんださ、多分相当かわいそうだなと思ってたよ。俺もちょっと来たもん。あ、ほんと。おっさんまだすっごい悪いよ。でもだって俺、途中耳から血出るかと思った。いや、ほんとだよね。去年の後ろの方で男の子来てる。薄くなった。うん。いや、なると思う。今日のはひどかった。おっさん、鼻水がすっごい垂れ始めてさ。そう、今鼻水を垂れて。こうやってずっと塗ってるから。こうやって。なんかもうね、喉がすっごい悪くなっちゃって。途中吸ってきてるもんか。うん。でも雪よりは全然大丈夫だ。ほんと。いや、疲れた。で、ニャンズをちょっと。ニャンズか。ニャンズは明日。もう今日はあそこ閉まってさ。お腹はみんな空いてる？空いてる。え、お腹空いてる？ワンパクか。もうなんか飛行機出た瞬間ぐらい。緊張の糸が切れて。料金は7650円です。駐車料金をお支払いください。いや帰ってきた。いやまだまだまだだね。お家に帰るまでが。そうだね、お家に帰るまでが。
到着。到着。もうちょっとです。到着じゃないね。もうちょっとまでがやっぱり。はい。ちょっと気をつけて帰ります。頑張ってお願いします。はい。お願いします。はい。到着。到着しました。ああ長かった。長かったね。長かったな。お疲れみんな。お父さんお疲れ。ありがとうございます。お父さんに芝生掘ってね。だ今回車多かったからね本当に。今回多かった。何キロ走ったんだろう。本当に走ったんだろうね。わかんないわ。よしみんな寝ましょう。はいお疲れ様でした。明日は猫を迎え行くね。はい。いやそう電気ついてない。あれじゃない自動電気だからじゃない自動だったら誰かいるってことやんあれん待てどうしたそう俺電気つけっぱなしなんジナ君の部屋もしかしてつけっぱなしえ真ん中じゃなくてどういうネタいやつけっぱなしやんつけっぱなしマジかよ今消すなやもう遅いわ嫁頑張った俺の電気最低すんなよいやこっちもお前の部屋もじゃみんな落ち着いてみんな落ち着いてよいしょただいま帰りましたよし行きましょう寒くないもうなんかこっちも春になってるありがとうございます。はいはい。はいはい。はいはい。はい、ごはん。はい、ミルクも。はい、おかえりなさい。おかえり。はい。にゃんにゃん。はい。にゃんにゃん。はい。寂しかった？はい、よかったね赤ちゃんみたい、はい、はい、ありがとう太ったちょっとあちょっと太ったかもしれんな。え、今いいくらいじゃな。そりゃカメラの位置でな。さっきまずは舞台だったけど。あれもう1ヶ月くらいかかるの、ね、そうそう、どのぐらいかな。あもう1ヶ月はかかるよ。まだ、もうちょっと先だと思うよ。あれから、まだちょっと乾かしてから、うん、削られたらいけるからね。うん、あ、そうなん。そうだよ、人生とかにね。そう、動いてんよ。何しよう。